犬が歩けば棒に当たり、人が歩けば音楽に出会う。あらゆるシーンにまつわる旬な音楽情報をお届け。多角面から人と音楽をつなぐこのコーナー、その名も Music Connection。さあ、今回も始まりました人と音楽をカチッとつなぐこのコーナー Music Connection。 コーナーを担当するのは、心はバケーション、体は夏バテ中の歌うセールスマン、ゲンガウといたします。よろしくお願いします。ルーディーさん、はい、ルーディーさん、なかなか始まっちゃいましたね、コーナー。そうですね。夏も後半戦ですけれども、夏バテとかはしないんですか？僕ね、夏バテしないですよ。でもなんかしなそうですよね、ルーディーさん。いつも元気。うん、そう、はい、ですね、自分夏バテの原因突き止めたんですよ。なんで？実はですね、それうちのキッチンの温度が、なんと46度。そう、灼熱じゃない。もう灼熱キッチンで、もうそれはチャーハンは美味しくできるかなぐらいのね。そりゃ作れるわなっていう。ちょっと体に良くないね。命がけですわ、本当に。まあそんなこの夏バテも吹き飛ばす、このコーナーでございますけれども、今回も素敵なゲストをお招きしております。今回のゲストは、今年ニューアルバムをリリースし、ZEP ダイバーシティへのライブ出演も果たして、今大注目の女性シンガー上源寺真子さんにお越しいただいてます。イエイ。おはようございます。どうも、本日はよろしくお願いいたします。では真子さん、まず簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、上源寺真子と申します。神奈川都内を中心にライブ活動をさせていただいております。いろんな曲メインで歌わせていただいております。はい、もう今日はよろしくお願いします。真子さんのとこキッチンは何度ですか？キッチンは測ったことないですけど、40度超えはないんじゃないですかね。40度超えないですかね、あんまりキッチン測らないんですよね。そうですね、キッチンに温度計を置いてないですね。測らないですかね、はい、寂しいな。自分がスタンダード。冗談ですけど、はい、でもいいですね、今日真子さん夏らしい感じでね。ありがとうございます、なんか太陽に愛されてる感じがしてね。そうですね、太陽も味方につけていきたいと思います。素晴らしい笑顔で。今年はなんか夏らしいことは何かにしましたか？夏らしいこと、そうですね、ビアガーデンに行ったことがなくて、行こうと思ったんですけど、見事に雨で、室内でビールをいただくっていう。それは何でしょうね。全然太陽味方につけて味方につけてなかったですね。その日はね。しかも私以外みんなビールを注文しないっていう、ただの飲み会でした。ビアホームガーデンでビール頼まない飲み会っていうね、なかなかいいですよね。でも夏は夏ですね。夏は夏です。いい思い出です。夏の風物詩みたいなとこあります。そうですね。でもなんかビアガーデンでちょっと思い出したんですけど、自分と真帆ちゃんのですね、つながり、2年前になるんですけど、横浜の観光船のマリンシャトルという山下公園から出航してる、サマーナイトクルーズ2012にね、一緒に仕事で乗ってたんですよね、そこでちょっといろいろ知り合って、一緒にステージだった、一緒に歌わせていただいたりしました。そこをビアガーデンっていうかね、クルーズ船の中なんですけど、そう、なんかそういう感じを売りにしてましたね。そうですよね。そこではお酒はね、まあ、お仕事ですから。ですね。何しに行ってるの？仕事だよ、当たり前じゃって絶対に行ってるの。困った人だな。真面目にやりましたよ。そこが出会いだったわけですね。そうですね、そこが出会いだったんですけど、でも最初、上源寺さんってね、名前がすごい珍しい名前で、そうですね、結構最初読めなくて、こう、徳町さんって、徳町さんとか常町さんとか言われます。常町さんとか、そう。でも一回覚えてもらっちゃえばね。そうなんですよね。インパクトありますもんね。なんかドラマのヒロインみたいな。ああ、そうそうですか。かっこいいですよね。そう。重苦しい感じで。一発で覚えました、それ聞いて。ああ、ありがとうございます。これ本名。本名なんですね。で、本名のままアーティストとして。そうです。はい。素晴らしいですよね。でもまあ、ね、真帆ちゃん、ZEP 東京でも、ね、大好評を収めてライブで、ありがとうございます。いやいや、もう評判はもう、あ、本当ですか、本当ですか、お答えしてますので、ありがとうございます。またいいんですよ、そうなんですね、力強い声と、このルックスでお客さん魅了してますよね、やっぱり。
あ、そう、はい、いや、聞いてみたいなぁ、ね、うん、でもすごくこうなんか夏らしい曲もやってますしね、そのバラードから、あ、そうですね、ちょっとアップテンポもありつつ、はい、まで幅広くね、こう対応してるボツ女性信者さんですよね。今日はあれですね、音源を持ってきていただいてね、はいはい、これから聞けるのね、ぜひ実は聞けちゃうんです、聞いていただきたいと思います。そうですね、うん、こちら、今年の3月にリリースしていただきました、アルバムですね、はい、Part of Me ですね、はい、そこからそのアルバムから Meaning of Love、皆さん、これは駆け切っちゃっていいですか？駆け切っちゃっていいですか？前振りだと曲分けが24分14分。素晴らしいですね。ありがとうございます。ミーニングオブラブ、素敵じゃないですか。ラブソングなんですね。ラブソングなんです。これはどういった曲想なんでしょうか。これは、友達の友達、結構遠いんですけど、はい、がちょっと好きな人がいるんだけど叶いそうにないっていうのを小耳に挟んで、はあはあ、小耳に挟んで、直接聞いたんじゃないですか、はあ、小耳に挟んで、はあはあはあ、そのネタいただけみたいな。なかなかね、切り口が斬新なんですよね。実体験とかそういうことじゃない、全然、ですね、全て妄想です。はい、いやいやいや、素敵、いやでもすごい素敵ですよ。うんうん、やっぱ力強いですね、声がね。あ、でもこう、可憐さも残って、うんうんうん、こう少女から大人へっていう、はい、笑っちゃった。あれ、なんで笑った。はい、うん、いや、素晴らしいですね。うん、ちなみに真帆ちゃんは、はい、こう音楽に対する、まあ、なんていうんですかね、大事にしていることとかってありますか？大事にしていること、こだわり、そうですね、カバーにしてもオリジナルにしても、やっぱり、はい、私がその上弦寺真帆っていう人が歌うからこそ、うん、自分らしさをちょっと出していかなきゃいけないなっていうのは常に意識してやってますね。なるほどね、はい、じゃあでもそれはやっぱ大事ですよね、自分らしさがね、こう、にじみ出る。結構だからあれでしょ、こうストレートにしか言えないんじゃないかな、はい、あ、そうです、だからちょっと誤解もされますけど、うん、誤解もされます。ちょっと言い方きついとかよく言われちゃうんですけど、うん、そこは気をつけつつ、でもやっぱ思ったことしか言えないので、まあ、でもアーティストだしね、うん、表現者だからね、やっぱそこはもう
バズンと、そうですね、感じじゃないですか。バッチリバッチリだと思います。ありがとうございます。貫きます。すべて言ってましたけど。はい、貫きます。クレーマーこちらまでに。あの被害者が、ね、出てきたらね、真帆ちゃんにざっくり切られて。でもそう、あのなかなかこうあの女性のね、あの曲層を描いた曲とかって、うん、本当ストレートな言い過ぎた曲っていうか、ある意味ストレートに伝わってない曲もあるじゃないですか、世の中には。誰とは申し上げないですけど、うん、でも真帆ちゃんの曲聴いてると、もうすごいこう迫りくるこう女性の感情があって、うん、すごいこの今流れてるね、この「映画のビデオがあふれる」とてもね、はい、この私の方が綺麗なんだからとかね、そうですそうです、掴みに行かなきゃっていう、そのあなたの恋人になりたいってことですよね。そうですそうです。本当は女性はこういう結構エグいことも思ってるよっていうのをテーマに書きました。あ、今ね、男子がちょっと弱いからね。そうですね、そうですね。でしょ、気づいて気づいてっていう。だよね。はい、娘はものすごい気にしたくなって。許可いただいて。許可いただいて。さっき丸、丸、丸とか、とかね。そういう、そういうね、時代だからこそ、やっぱりこう、届くものってやっぱあるんじゃないかなと思いますし。そうですよね。やっぱもうはっきり言ってた方がね、こう、伝わりますよね。言った方が勝ちです。いやいやいや、素敵ですね、本当に。うん、真帆ちゃん、あの、はい、今年3月にね、はい、アルバム「Part of Me」リリースされて、はい、リリースいたしました。こちら何曲入りの？7曲入りでございます。お値段は、ちなみにお値段は2000円で販売させていただいております。はい、今日は放送したミニゴラムも、はい、入ってます。はい、I wanna be your girlfriend も入ってます。入ってます。あ、アイバナはちょっと今流していただいているので、うん、別のバージョンなんですけど、アップテンポのノリノリな踊れる感じの、そうなんですね、はい、バージョンが入っております。はい、素晴らしいですね。ちなみに次のライブ情報なんて、はい、ですね、直近がですね、はい、今月末の8月30日に、恵比寿駅前バーっていうライブバーで、はい、私が好きな、対バンしたいなと思ったアーティストさんを呼ばせていただいた自主企画をさせていただきます。はい、素晴らしいですね。まあ、あとこちらのラストワルツさんですよね。はい、10月13日祝日なんですけど、はい、体育の日なんですけど、はい、ちょっと音楽を聴いていただきたいということで、うん、シンガーソングライターの川越りーちゃんという方と、はい、こちらでツーマンライブを、ツーマンライブ、はい、させていただきます。いや、これは目が離せないですよ、りーさん。うん、うん、ね、精力的な活動をね、はい、結構されてますね。頑張ります。はい、はい、じゃあもうライブもノリノリなんだね。ノリノリなライブですね。はい、盛り上がっていただきたいと思います。はい、もしっかりしろ的な。そうですね、やろうともしてってね。なんかだんだんイメージがどっちも。だんだん本性が出てきちゃう。浮所系で。ね、ああ、いいですね。浮所系女子の送るみたいな。そういうソースするな。そういうソースで。はい。いや、ありがとうございます。本当、素晴らしい歌声と、うん、素晴らしい情報ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今後の活動から目が離せない。はい、長水真子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.